佐賀県警察学校。去年4月に入校した22人が日々訓練に励んでいます。警察学校は高卒が10ヶ月間、大卒が6ヶ月間、警察官としての基礎を学ぶ場所です。先週開かれた体験入校、 RKB の記者も1日入校しました。点検訓練や集団行動で組織の重要性を体験した後、場所を武道場に移します。お願いします。まずは逮捕術の訓練。逮捕術とは、容疑者を確保したり相手の攻撃や抵抗から身を守るための技術です。はい、次どう思われます。基本動作を教わった後、実践的な訓練に臨みました。訓練中の学生を相手に果敢に攻めますが、なかなか捉えることができません。なんとか当てることができました。思ってたより難しくて、間合いが全然当たらなくて、やっぱすごく僕が打ちに行ってもうまい具合にかわされるんで、いや警察官だな。ちょっと全部割れたんや。事件の発生から容疑者逮捕までの流れを実践形式で学ぶ訓練です。ここ、あ、逮捕、お金置いとった、お金、ここにお金が置いとったさ。被害者役の警察官からも盗まれたものなどを聞き取った後、鑑識、聞き込みなど各担当に正確かつ迅速に情報を共有します。不審者に関する情報が入るとすぐさま現場に駆けつけます。じゃあお名前聞いていいですか。名前だけで遊戯岡田田中太郎。すぐ終わりますんで、いやっ いいですかいやって何年嫌なんですか。いやさ、車の中とか見せとんなかろうもん。いやお前開けますよ、開けんでよ、開けますよ、一緒に行ってもらえないとダメ。何で、はい、いやすぐ終わりますから、すぐ終わり。すいません、これ何ですか。ゆうやさんですか。田中様ですか。あれ木下さんって誰ですか。あ、木下さん、木下さん、木下さん、田中さんの、田中さんのカードじゃないですよ、ね、ではないですよね、うん、誰ですか木下さん。知らん。取ったんですよね、取ってきたんですよね、はい、これ取ったんですよね、もう出てますから、分かってる、他の人のやつが分かってるんですよ、もう取った、取ったもん、取りました。取りました。何で逮捕されたの。逮捕状持ってこい。逮捕状持ってこいよな。いや悪いことですよこれ。犯罪ですよ。窃盗ですよ。11時45分、窃盗の疑いで緊急逮捕します。なんな。任意ってなかなか難しいなって、かなり時間かかるなと思ったんで、それをなんとか突破できる情報とかを あらかじめちゃんと被害者の方も記者の方に聞くことが大事だなと。まあさっきの事例だともう証拠だったり。もう嘘もついていたので、もうそこはもうどんどん強気にいかないといけないと思います。このほかパトカーの運転など訓練は多岐にわたります。現在入校中の学生たちは今月25日に卒業し、警察官としての第一歩を踏み出します。やっぱ同期のつながりっていうのは、やっぱ日頃の訓練だったり勉強だったりを乗り越えていく上でも、ここでの生活で一番大事なものなのかなと私は思ってます。笑顔いっぱいで元気いっぱいな、地域の方々に寄り添った警察官になりたいと思います。困っている人を助けたい、うん、悪い人を捕まえるというこの使命感がやっぱり一番大切かなと、自分で考えて積極的に動いてくれる警察官になってほしいなと思います。